Haikyo no Bunken Shokai Attention by Long Shock Time Memory for Aspect Level Sentiment Classification or Sentiment させていただきます。このペーパーは、EMN NLP のペーパーで公開しました。最初は、概要を説明します。Aspect Level とは、Sentiment Classification、重要な、情報ですから、このペーパーで、Aspect Level に、よって、Sentiment Classification、はい、説明します。例えば、この文は The average are okay, but their service is low. この文で、aspect が2つあります。それは、advertiser と service。advertiser とが、positive の意見もらいました。service is negative意見もらいます。はい、このペーパーで、Long Short Term Memory Neural Network で、Sentiment Classification やります。最初は Introduction。NLP のにおけて、Sentiment Analysis とは、面白いと、大切なタスク、はい、最近です。最近は、最近の、農場ネットワークは、いい結果もらえるから、このペーパーで、2つを合わせて、はい、新しいメソッドを、紹介します。それは、correlation of aspect and sentiment polarity in aspect level sentiment classification それは今日のメソッドです例えばこの文は staff are not that friendly but the staff go on it means これはレストランの に対して、はい、意見と、客様の意見ですそれはこの文で、全部は、いい意見じゃないではないけど、はい、悪い意見ではないけど、これは2つ分けています。サービスはネガティブと、フード、はい、はポジティブの意見もらいました。はい、related work、sentiment classification がいろいろなペーパーは話しました。農場ネットワークのを使っていろいろな方法もあります。けどは前の方法、前の方法は、sentiment classification けど、sentence、文によって、文の実は、いい意見だけ、はい。文によっていい意見か、悪い意見かだけもらいます。はい。アスペクトの、インフォメーションは、分けてないから、はい。はい。regardless aspect ということです。はい。最初は、新しいアーキテクチャー紹介するとは、最初は一番簡単な、はい、一番簡単な、アーキテクチャとは、Long Short Term Memory。インプットは、文ですよね。W1 から WN までとは、Word。はい、エンベッディングしたら、Long Short Term Memory の、を通じて、最後は、結果もらいます。はい、最後は、
ดาตาเซตดาแท็กหรือเซตตัวว่ามีที่อะไรมั้ง positive negative ตัวโนโจตัวว่าคุณก็ตัวว่า positive ตัวกับ negative ตัวกับมูคือที่สี่ในということです次は long short memory with aspect embedding さっきのメソッドは一文を通じて、はい、レボは一つだけもらいましたけどはここで、どうかな言葉に、実、はい、タグは実もらいますこれは例えば文が N、文のワードは3つありますだから結果も3つもらいました、はい、次は Attention by Long Short Memory、はい、このアーキテクターとはさっきのアーキテクターとを使ってだから私たちは VA もらいます VA とは S Expectorとは言葉によって、ワードによって、はい、この言葉で、タグも持っている。だから、これ、この、モデルを使って、はい、この文の中、アスペクトを探して、このアスペクトは、意見と、どんな意見とか比べ、分けてみます。次は、Attention by Long Short Memory with Aspect Embedding。このモデルとさっきモデルは結構同じけど、このモデルは、最初のインプットは Aspect Embedding も含めています。目的は、Aspect Information を使いたいだから、一番簡単な方法は、インプットは合わせて、はい、ロングショットメモリーのモデルを通じます。アテンションとは、アンファーですよね。アテンションと、アテンションのパラメータとは、いわ、ウェイファンションと同じと思います。ワードの中でこの、どこ言葉はどこ、どんな言葉はアスペクトを持っているかどうかは区別します。はい、だからそれはアテンションの逆ですよ。はい、モードチェーニング、チェーニングはロフェンション、とは、クロスエントロピーロスファンション、チェンディング3つのモデル、AT ロングショットメモリーと、AE ロングショットメモリーと、ATAE ロングショットメモリー。ワークエンビッディングは、グローベのエンビッディング使っています。アワーワークボーダリーは 5% とは、95% はボーダリー持っているけど、上はアンクナウタグ。はい、これは、はい、リライしました。はい、GD、オプティマイゼーションのメソッドは、アダグル、グラディアン、ディグリグラディアン。Dataset、Same Evo 2014-4を使ってます。このダタセットは、文があって、次はアスペクトもあって、アスペクトセットもあります。ここの例えばは3つ持っている。それは、フードプライス、サービス、アンビション、アネクドート、ミシェラニアス。はい。ここ、こ
ここのラテセットは、レストランに対してコメントとか意見とか、はい、集まっています。仕事は文を入れて、言葉によって、言葉によってアスペクトを、どんなアスペクト、アスペクトに集中、はい、どんな、ポジティブとかネガティブとか、農協とかもらいます。はい、結果は、はい、例えば、The restaurant was too expensive. The restaurant とか、はい、のタッグももらって、けどは、プライスが、はい、ネガティブもらいます。このアスペクト3つの中で、全部、何が、全部は、農協もらってけど、プライスが、はい、ネガティブ。例えば、はい、結果は、ITIE ロングショットメモリーは 89.9% もらいました。次は、これはアテンションに、アテンションの見るとアテンションのアンファー見るとこの文は例えばアスペクトはサービスを選んで、アンファルは、自分で、調整して、はい、ウェイファンションをつけました。ウェイファンションはここの値もらいました。大切じゃない言葉がとても、小さいのパラメータもらいます。例えばサービスはファッティとか、リライバリーとか、タムとか、はい、ワイフンションは大きいなっている。フードは、このみたいです。はい、次、結果見ると、最初、一番簡単な文ですよ。けどは、この文で、このモデルは、二つ分けている、アスペクトは、アベストは3つありますけど、この文でアベストは2つ探しました。それはフードとサービス、はい、農協とネガティブをつけていました。次の文は結構ちょっと長くなっていると、アスペクトもフードを、探しました。けどは、上、アスペクト、フードはポジティブもらいますけどは、ノットありますけどは関係ない。だからアテンションの約だからノット上のノットは意味は、関係ないということです。次は3つはとても長い文けど分けてます。だからこのモデルは結構いいと言いました。はい、conclusion。The key idea は、アスペクトを、インフォメーション使いたいだから、アベクト、エンベクティングを、作って、インプットを合わせて、はい、コンプテン、ロングセムリーは、モデルを通じます。このアスペクトレベルセンティメントアナリシスと今結構あまり使えないからけどは結果いいですから、将来のことはここのアスペクトレベルを使っていろいろなモデルが作れます。はい、以上です。ありがとうございました。